平成26年台風第10号は2014年7月に台湾と中国に影響を与えた台風である。新路ズ熱帯低気圧 10W が7月18日3時にフィリピンの東で台風10号となりアジア名、マットモと命名された。命名国はアメリカでチャモロ語で大雨を意味する。台風は同日朝フィリピンの監視領域に入ったため、 フィリピン大気地球物理天文局によって、フィリピン名、ヘンリーと命名された。台風はゆっくりとフィリピンの東の海上を、北西から北北西に進み、23日0時に、与那国島に最接近するとともに、台湾台東圏長浜里に上陸し、同日朝には台湾海峡に達した。その後、進路を北向きに変えながら、河南に向かい、 25日15時に、航海で温帯低気圧に変わった。1名が死亡、5名が怪我をした。また、台湾、高尾を出発したトランスアジア航空222便が7月23日午後7時過ぎに、台風第10号の影響で、マコー空港近くの民家に墜落、48名が死亡した。13名が死亡した。ありがとうございます。